皆さんこんにちは。ギリギリイクメンこと、ギリメンヨッピーです。今日はですね、検証動画ということで、こちら、キャンプなどで冷たさを維持してくれるっていうね、缶クーラー買い揃えてみました。で、その中でもですね、一番高価なこのスノーピークの缶クーラーなんですけども、これが最強なんじゃないかっていうようなね、投稿をインスタグラムで見かけまして、実際、お値段と比較した時に、どれぐらい違いが出てくるかっていうのをね、今回は検証していきたいなと思います。それではね、それぞれの缶クーラーのスペックを紹介していきます。まずエントリーナンバー1番、スノーピークの缶クーラーでございますね。お値段なんと3960円、重さ 120g ということで、持った感じの感触としてはこの4つの中では一番軽い印象でございます。で、見た目の印象と中の構造にしましても、まあ一番しっかりしてるような感じで、このスノーピークロゴマークの値段じゃないっていうことをね、今回の検証で証明していただきたいなと思います。ではエントリーナンバー2、サーモスの保冷缶ホルダーでございます。お値段1191円と、重量 100g という表記ですが、重さ的にはスノーピークの缶クーラーの方が圧倒的に軽く感じますね。特徴としましては、上の部分にゴムがついておりまして、まあこちらは滑り止めなのか結露防止なのか、まあ何かしら役割があるのかなと思いますね。それではエントリーナンバー3番、ワークマン真空保冷缶ホルダーですね。お値段なんと780円と、さらに安くなってまいりました。で、こちらの缶クーラーの特徴ですね、上蓋がついておりまして、そのまま缶を入れようにもスッと入ってくれない構造となっております。ちょっとひと手間かかるっていうことですね。で、重さ的にもね、一番重たく感じましたね。それではエントリーナンバー4番、ダイソー真空二重ステンレス缶ホルダーですね。お値段550円ということで、これがですね、なんとお値段以上の性能を発揮してくれるっていうことで、作りとしてはかなりしっかりしていて、お値段以上の効果を発揮してくれるところをね、期待したいなっていう感じでございますね。この500円マークはもうダイソーのロゴとして認識しておりますので、剥がすことはございませんね。それでは早速缶クーラーの方にね、インしていきたいなと思います。視聴者さんから希望があったので、外でやりたいなと思います。まあアウトドアといえば外ですから、外の気温でね、やっていきたいなと思います。家も暑いなこれ。この計測器が缶の底につくようにやっていきたいなと思います。はい、完了ですね。スノーピーク 0.1 度、サーモス 0.1 度、ワークマン 0.3 度で、ダイソーが 0.1 度ということで、これ基準スタートでやっていきたいなと思います。はい、それでは検証をやっていきましょう。こちらですね、直射の当たらないベランダで計測しております。5分ごとに飛ばしながら計測結果見ていきたいなと思います。はい、5分が経過いたしました。ダイソーが全く温度上昇がないということで、結構優秀ですかね。最後に缶を開けたっていう理由もありそうですよね。10分が経過しました。計測結果はこのようになってます。各缶クーラーそれぞれ動きがあったような感じで、スノーピーク、サーモスが気温上昇が大きく、激安缶クーラー組はなかなか優秀ですね。これはもしかしたら、もしかするかもしれないですね。それでは15分経過しました。スノーピークサーモスは1度台に上昇しております。激安缶クーラー組はまだ1度以内と、しっかり保冷力をキープしてくれてますね。この結果はサーモスがちょっと苦しい展開になってきそうですね。はい、20分経過いたしました。ここでいよいよ全ての缶クーラーが1度を超えまして、サーモスに至っては 2.5 度と、まあかなり劣勢な状況でございますが、スノーピーク、ワークマン、ダイソーがほぼほぼ横ばいで並ぶような感じになってきましたね。そしてここに来てスノーピークがですね、激安缶クーラーを抑えて前回から 0.4 度という上昇率になっておりまして、少しずつ性能発揮してきたかもしれないですね。はい、25分が経過しました。それぞれの缶クーラー2度を超えてきまして、サーモスを除く缶クーラー3社がかなりいい勝負をしているような感じですね。先ほどの計測からの動向を見ても、3社の性能としては今のところ同率のような感じになっております。
はい、それでは30分経過いたしました。まあ、飲み物を飲むって言ったら、まあ、このあたりまでの計測かなとは思うんですが、それぞれ3度以下としっかり保冷力をキープしてくれてますね。ただ、ダイソーが少しずつ保冷力の差が開き始めてるような気はしてますね。まだもうちょっと頑張ってほしいですね。はい、それでは35分経過ですね。この5分の間でダイソーがね、かなり引き離されたような感じになってきました。スノーピークワークマンは相変わらずいい戦いをしております。サーモスはここまで来るともはや圏外となってきましたね。ビルの種類にもよりますが、 5.6 度とかまでなってくるとちょっとぬるいなっていうようなね、印象になってくるんじゃないかなと思います。はい、40分経過ですね。ここでね、ちょっと大きな動きございましたね。ワークマン、ダイソーがそれぞれ4度を超えてきまして、4度以下をキープしているのはスノーピーク1社だけとなってまいりました。上昇率を見てもスノーピークは 0.5 度としっかりとね、保冷力をキープしてるんですが、激安関空ら組もですね、時間が経つとだんだん苦しい展開になってきたようですね。はい、45分経過いたしました。結構性能の差が出てきたんじゃないかなと思います。スノーピークワークマンいい勝負してくれてます。ダイソーが徐々に引き離されてる展開となってきましたね。上昇値としても5分でおおよそ1度ぐらいは上昇するような感じになってまいりました。はい、50分が経過いたしましたね。まあ、ここまで時間が経つとね、結構冷たさをキープするのもなかなかしんどくなってきてるとは思うんですが、この時間に来てスノーピークがややワークマンを引き離しにかかりました。ダイソーは数値的に少し2位争いには入ってこれなくはなりましたが、サーモスと比べるとね、それでも頑張ってくれておりますね。はい、それでは55分が経過いたしました。ここに来てサーモスがね、10度の大台に乗っかりましたが、スノーピークは依然6度以下を保持してくれております。で、ワークマンも上昇 6.2 度っていうことなんで、まあ、結構頑張ってくれてますね。もしかしたらこの蓋にもやっぱり秘密があったのかなっていう気がしてきました。気温の動向は全く一緒ですね。 0.5、1.2、0.8、1.3 と各社それぞれ5分で全く同じ気温上昇が見られます。はい、それでは1時間経過しまして、こちらで計測終わりとなりますね。最終結果としてはスノーピークが上昇 6.2 度、サーモスプラス11、ワークマンプラス7、ダイソープラス 9.4 となりまして、これ文句なしスノーピークでございますね。それでは検証結果まとめていきましょう。はい、ということでね、1時間の検証が終わりました。まあ、実際はですね、1時間も飲み物を放置するっていうことはないんですが、まあ、終わってみればですね、スノーピークダントツで保冷力が強いっていうことが分かりましたね。まあ、最初のうちはね、他のやつの方が保冷力強いんじゃないかなって思える場面もあったんですが、この長期間保冷してくれるっていうのはスノーピークがダントツっていうことになりました。で、ワークマンとダイソーですね、ワークマンが 0.3 度からのスタートだったので、ちょっと数値的にどうかなって思ったんですが、ここまで差がつくとですね、ワークマン保冷力強いと認めざるを得ないような感じかなと思います。ダイソーもですね、最初の結構頑張ってくれてたんですが、時間が経つごとにワークマンとの差が開いていったんじゃないかなと思います。そしてサーモスどうした。サーモス、いや、サーモスね、全然ダメやん。僅差になるって正直思ってたんですけど、これだけはっきり数値にして分かれてしまうとですね、性能としての評価になってくるんじゃないかなと思います。ということで1位はですね、文句なしスノーピークの缶クーラーっていうことでございます。ということで一回ね、実際に飲み比べてみたいなと思います。まずはサーモスですね。まあ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 冷たいです。炭酸は抜けてる。次ダイソーね。あ、うまいうまい。やっぱりほんと1度とか違うだけで全然ちゃうな。じゃあ次ワークマン。ダイソーとほぼ変わらんな。飲んだ感じやとダイソーの方が冷たく感じる。うん、明らかにダイソーの方が冷たいです。そこまで気温計がつくように突っ込んでたんで、もしかしたら全体的に冷たくする能力としてはダイソーの方が上なのかもしれないですね。ではチャンピオンスノーピークですね。うん、美味しい。ん？これが一番冷たい。はい、
ということでいかがだったでしょうか。検証結果をねまとめさせていただくと、飲み始め30分ぐらいまではほぼ大差ない感じでした。飲んだ感じやとダイソーが圧倒的に冷たかったんですよ。実際はですね、キャンプに行ったらこの飲んで冷たいかどうかっていうところになるわけじゃないですか。であればスノーピーク結構高いですよね。でワークマンの缶ホルダー、ここを取り外して入れないといけないっていうね、まあそういう一手間ございます。じゃあやっぱりこれかなって思いますね。こう口を当てた時の缶の冷たさがダイソーがダントツやったんですよ。他のやつはですね、飲み口のあたりはぬるくなってたんですけども、ダイソーは缶全体が冷たくなってる印象でございました。なのでこれからですね、缶クーラー購入しようとしてる方、ぜひお近くのダイソーでね、この550円見つけていただけたらなと思います。ただいまメーカー欠品中でございますね。それでは今回の検証結果は以上です。バイバイ。君どうする？頑張ろうか、もうちょっとね。